立川文庫は、立川文明堂が1911年から1924年に、かけて196編を刊行した、書き講談による文庫本シリーズ。当時の小学生から小手ミんナに爆発的な、ブームを読んだ。真田幸村、猿飛佐助、霧隠れ再造等で知られる。読みは、立川文庫ではなく、立川文庫である。講談を即して、 本にすることは1890年代の流行であったが、旅回りの講談師、玉田玉秀祭の妻、山田隆の連れ子である山田哲が、即記者を使わずに直接講談を筆記する、書き講談を思いつく。この書き講談を小型本化する案を、大阪の主要な出版元に持ち込むが相手にされず、唯一企画を受け入れたのが、1904年に、 立川文明堂を創業した立川熊次郎であった。想定は当時廉価な文庫本として東京の出版会を設計していた集賃文庫を模倣し46版半歳のクロス層縦1 2 5トル横9トル定価は一部25から30銭程度だったが実際の繁華は10銭前後仕入れ値は六、七銭だったという。 宗沈文庫の表紙の銀杏の模様に変えて古調を使ったことから退避され宗沈は伊朝本、立川は古調本と呼ばれて多くの人に親しまれた。主に少年を対象としたこの文庫の内容は講談や戦記、試伝などであった。中でも立川文庫の地元である大阪の陣で活躍した武将、真田幸村やその家臣であるとされる サルトビサスケ、キリガクレサイゾウなどの忍者者が好まれて、こういった物語上の人物を、あたかも実在の人物であるかのように定着させてしまう。当初は、玉州祭の語るのをアテツが筆記していたが、次第にあらすじをもとにアテツが書き下すようになった。石化山人、野花山人等の署名を用いているが、執筆者はアテツやその弟の山田健。 山田忠夫、隆の孫でのうちに、自伝小説で、立川文庫創設の経緯を記した、池田蘭子ら、多様な人物が加わった、集団体制であった。諸国万有、一級禅治を、第一作として200編余りを刊行、古本プラス3000で、新本と交換するシステムも取り入れ、小中学生を中心に、大ヒットした。これに刺激されて、 赤本出版社である、博多製造堂の武士堂文庫、岡本異業館の師団文庫、榎本書店の英雄文庫、他に、忍術文庫、冒険文庫、探偵文庫などのありうも現れた。立川文庫の人気は、大正末期には加工していくが、それまでの即記講談から、夏季講談の手法を定着させ、子供向けではあったが大人向けの文芸、 大衆文学や時代劇にも大きな影響を与えた。講談社が1911年に創刊した講談クラブも1913年頃から即記講談から書き講談に移行し国民的雑誌となったキングや少年クラブの作家にもその奔放な創造力は受け継がれる。立川文庫で最も人気のあった猿飛佐助は立川文庫の 第40編として1914年に出版された。佐助の名前は、真田三代記の遺本に出ているとも言われているが、その人物像は、他の真田十勇士と共に、山田宛てつらの創作である。山田隆は、今治の海鮮遁や日吉屋の一人娘だったが、日吉屋の先祖の東道藩士が伊賀にいたことから、宛てつのアイデアで忍術を、武芸十八発に加え、 サナダ三大器と最有機をミックスし、サナダ十勇士の人物像を創造した。これらの作品は、それまでの完全超悪的な物語に対して、明瞭で人間味あふれる人物像が大衆の人気を集めた。網羅できておらず、ところどころ不明である。末尾は、主人公である。ありがとうございます。